九字五神法とは、林、平、塔、物、皆、人、列、在、全の九字の呪文と九種類の印によって、除災戦争等を祈る作法である。ただし本来は、仏教で正当に伝えられる作法ではなく、道教の六甲筆種という九字の作法が主言道等に混入し、その他の様々なものが混在した、日本独自の作法である。六甲筆種は、放牧師内編第四。 昇る渡る辺に、真の勝行が、林、兵、刀、物、皆、人、列、全、行入山よろしち六甲必縮。縮曰く、林兵、社、海人列全一行。盆久寺、常あたり密縮の、部署不壁。陽道不範、これのいいなり。日本でのく字作法は、独コイを結んで、口で、林と唱え、順次に大根氷に因、外地支因。 内視視院、外今しめ印、内今しめ印、里氏健院、日輪院、法病院を結び、林、平、党、物、皆、人、列、在位、善を唱える。次に党院を結んで四縦五横の格子状に線を空中に書く。道教では、中央法と称し、主言道等では俗に、くじを切ると称する。主弦道では九種類の印にそれぞれ、微写門天 十一面観音、女意林、観音、不動、明王、愛禅明王、聖観音、阿弥陀如来、弥勒菩薩、文殊菩薩を本事物に配当する説がある。ただし、不動明王の印である、独古院が、微謝門天、金剛界大日如来である里藤試院が、阿弥陀如来など、印の形と本事物とは関連性のない配当が、されており根拠は不明である。 また、外志神院、内志神院の二つは、インド戦術の密教経典には見られない、日本独自の印である。その他に、アマテラス大臣、ハッチマン大菩薩、カスガ大明神、鴨大明神、稲荷大明神、住吉大明神、乳大明神、秘天使、マリシテンを配当する説もある。九字は、中世には、五神、戦勝の利益があるとして、 武人が出陣の際の修言に用いるようにもなり、やがて忍者の保身の呪術としても使われた。また、日蓮系統のホッ行者では、日英の修言古辞便乱によるホッ行者本の霊百余順内無所水管を給字とする説に基づいて、格子上のくじを切る作法が総称される。日本には忍者が結ぶ印のもとになった戦場に臨む武士が行う手法。 マリシテンの方が存在し、マリシテンは武士の守り本尊として、鎌倉時代から武士に人気があった。方法は、右手と左手の人差し指と中指をそれぞれ立て、右手を刀、左手を鞘に見立て、右手で空中を切る。空中を切った後、刀に見立てた右手指は、鞘に見立てた左手に収める。時明治以降、大東流愛機術の創始者、武田総覚は、 主剣道のくじご進法を修行した。くじぎり、気合術、不動かな縛り術は関連性がある。ありがとうございます。